本日はご来場いただき誠にありがとうございました。それではトークを始めたいと思います。私司会進行を務めます豊橋芸術劇場の矢作と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日、この作品本日の作品の作演出を務めました桑原裕子さんをお迎えしたいと思います。桑原さんお入りください。今日はどうもありがとうございました。桑原裕子です。それでは着席して、進めさせていただきたいと思います。はい。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。ありがとうございます。本当は最初にチラシを作った時はもともとトークをやるということで告知をしてたんですが、緊急事態宣言を受けてですねちょっと開館時間の短縮などもあり、一旦はちょっとトークはなしで終わらせようと思ってたんですけれども、一応あの開館時間がですねちょっと伸びたということもありまして、せっかくですので、ちょっと皆様にですねあの少しお話をさせていただければと思いまして、トークを、再度、することにいたしまして今日をお迎え、はい、迎えました。はい、はい。この市民と創造する演劇の甘い丘なんですけれども、市民と創造する演劇はこちらのプラットが2013年に開館しまして、翌年の2014年度からスタートしまして今年で7回目になります。で、桑原さんが、開館から6年目に、こちらのプラットのですね芸術文化アドバイザーに就任していただきまして、いつかは必ずこの、シリーズをですね演出していただきたいと思っててスケジュールを調整していて、ようやく今年こういう形で演出をしていただくことが可能となったということで今日3年目にして、はい、やっと、はい。ですので実際その去年やってた時、去年の3月にはもう桑原さんとはもうスケジュール調整今年しかできない、だからこれ2021年の3月のシリーズでやりましょうということを決めてたので、実際コロナの影響がこんな風になるとは全く予想してなかったと、ね、でも私去年の本当ちょうど今頃にあのフランケンシュタインの、はい、去年の市民と創造する演劇を見に来て、でトークも出させていただいて、でその時にまだ新幹線移動がどうのこうのとかっていうことは言われてなかった頃でしたけど、でもやっぱりお客さんを少なくしようみたいな、はい、もう試みをされてた時でしたよね。だからどうなんのかなっていう気持ちはやっぱりありました。その時はハーフの客席っていうのを今となったらちょっと慣れてきましたけど、その時はもう初めてだったから、こんなことあるんだみたいな感覚だったんで、あれからもう1年経ったのかみたいな感じですね。そうです ね1年経って終わらなかったっていうのは遠い目をしますけど本当ですよ、終わらないのかコロナっていうのは、ね、遠い目しますけど、でもやれてよかったですけどね、甘いのか、はい、今回それこそ本来、例年です と、もう今日出演していただいた方々は昼間仕事されてらっしゃる方が多かったりしますので、まあ、稽古としては平日は夕方夜から、開館ギリギリまでと言いませんけども、やはり9時過ぎぐらいまで稽古をしてというのをもう毎日やって、土日祝日ですと、まあ、昼間から稽古をしてというのでなんとかやりくりしてたんですけども、そうでも今回がね、はい、開館時間の問題がありまして、8時閉館ということだったので、そうなんですよ皆さん、だから6時にお仕事を終えて来られる人でも大体6時半とかっていう風になりますよね。1時間半で結構終わりですよ。だからこの結構ご覧になったと思う、まあ、結構ハードな飛んだり跳ねたりなんだりしてるのを基本的に1時間半と土日で頑張らなきゃいけない俳優陣も何人もいて、で半休取りましたとか有休取りましたとかちょっともうお休み取ってもらってやったりとか、そういう勢いでなんとか昼間やらせてもらったりとかね、はい、非常に、集中されて、うん、に作品自体も長い2時間をちょっと超えるぐらいの作品でしたので、はい、まあ、それこそ本当に皆さん集中していただいて、その限りある時間の中で最大限の努力をして、なおかつそれこそ今日も舞台の上は普通通りっていうか普通のようにやってますけれども、裏では非常にその殺菌とか抗菌とかそれから除菌とか、まあ、そういうのも本当に、始まる前終わった後一つ一つやらなきゃいけないというようなこともあって、なかなか大変な状況ではあったと思うんですけど、そうですね、自主練とかした後もじゃあ自主練終了しましたって言ったら、まずもう言ったらそこの創造会議室 B とかでやってる時ももう全部掃除してみたいなこともあるし、で本当に喋りたくてもみんな喋れないし、ご飯の時は喋れないから食べないか
どっちにするかみたいな感じで喋りながら、あそこがこうでさみたいな話とかもできないから、本当に時間が限られてたなっていうのは思いますね。だから今回、しかもこのアートスペースでやらせてもらう市民と創造する演劇って初めてなんでしたっけ？2回目。だからあの初日マチソワ通してなんて、普通の舞台でもあんまりやらないことをやってもらってるし、プラスコロナの対策もするし、なんか本当にめちゃくちゃハードなことをあのこのキャストやってるなって思います。はい、あのこの作品自体は2007年に、桑原さんが主催している率いている角田という劇団で、初演を行い、はい、その後2009年に再演を行って、はい、あの岸田戯曲賞というその戯曲の賞にノミネートされたりとか、それからあと、再演の時の演出で、文化賞の芸術祭賞の新人賞を受賞したりということで、はい、角田としても非常に記念になった作品だったと思うんですけども、それをこういう形で再演というか上演するにあたって、どういうところを意識して、作品作りを進められたものなんでしょう？なんかあのこの作品をやらないかっていう提案をしてくれたのは、一番最初はまだコロナ禍とかの全然前で、矢作さんからで、わあ懐かしいな、やるのかみたいな感じで、あんまりそこに対して深く考えず、あ、じゃあやりましょうみたいな感じだったんですけど、改めて本を読んで、またコロナ禍でこれやるんだみたいになった時に、めちゃくちゃ密だなみたいな人間関係も人とのぶつかり合いもこの場所も、でもなんか私たち久しく忘れていた感覚なんで、この1年間こういう時間をなんかみんな過ごせないできたなっていうところがあるから、まあ、万全に対策した上で、あの私たちが久しく忘れていた本当に人間関係的にも密な空間を、せめて舞台上の世界だけでも作り出したいなっていうところはありましたし、あの市民の人たちと初めましてっていう風にするときに、本当にこう向き合って、気持ちを向き合って、裸になって向き合わなきゃいけないようなものをやりたいと思ってたので、それにはこの作品って本当にぴったりだなって、ちゃんとぶつかり合わないとできない作品なので、そういうところをあのみんなで限られた時間の中でどれだけ本気でぶつかり合えるかみたいなことをやりました。あのその豊橋で上演するにあたって、そんなに大きくは書き換えてないですけども、ちょっとだけ手直しといいますか、はい、豊橋バージョンっていうのを作られたと思うんですけど、はい、もうあのちょっとだけ手直しとくじゃないですよね、こうやって見るとあの生涯元気3っていう3人組はあの角田版にはいなかったですね2007年も2009年もいなくって、あの今回豊橋だけであの出てきたあのオリジナルキャラクターですであのオーディションをやった時に年齢制限を特にせずにあの一応告知をした時に、60代以上 の, あの方々も応募してくださって、で、あ、役柄に合ってないからどうしますかっていうふうに言ってくださって、あ、でもせっかく出会いなんで、お会いだけ、あ、お目にかかるだけでもお会いしてみたいっていうことでオーディション来ていただいたんですよ。そしたらあのそれぞれの自己紹介から始まって、こうセリフとかやってるうちに、なんか別れがたいなっていうなんかこの人たちと別れがたいなと思ったら、本編の中で亀野の親父が事故ったっていうセリフだけは2007年の時からあるんですよね。亀野の親父が出てくればいいんだっていうことに気づき、ってことは鶴も欲しいなとか、あ、猫も欲しい、なんかめでたい、生涯現役で頑張っているあのたくましい男たちが欲しいみたいな感じで、もう別れがたい3人にあの出てもらうことになったんですけど、ちなみにあのオーディションの時の2時の時点でもうそのアイデアが浮かんで、最終オーディションっていうのが最後に、まあ、みんなで何時間もかけて今のキャストが決まるまでにやったんですけど、もう3人来なくていいですみたいな、あの合格ですからもう来ないでいいですみたいな、急に彼らなんか1次オーディションで急に合格しちゃってシード権みたいな感じだったんですけど、そんな形であの今回3人に入ってもらいました。それこそたまたま、書いていたキャラクター、あ、出てこないけれども書いてくる登場人物にそういうおじさんみたいなのがいたということと、はい、そうですそれからあとやはり、そのおじさん自体にあった魅力ってどういったところだったんでしょうかね。やっぱりあのここで今回あのこの甘いおかをやるっていうにあたって、こう飲み会とかもできない分、ちょっとじゃあ稽古の
昼からの稽古の時にテーブルトークみたいなのやりましょうって言ってみんなでこう座組を組んで、この工場の一日のルーティーンって何だろうとか、どんな風に働いてると思うかとか、具体的にどんなセクションにいるかと思うかとか、みんなで話し合いしたんですよね。でそういう時にやっぱ3はあのエンジニアとしている3人組っていう設定にしたんですけれども、俺たちはねこういう風に働いてたと思うんだ、何年前からいてお前たちを全員育ててきたっていう話聞いて、なるほどと思って、あこの親父たちが育ててきたんだみたいな、そういうところっていうのがあのやっぱり、ね、人生の深みみたいなところ、厚みみたいなものをいるだけで持っている3人組なので、なんか彼らが元気でいる日本だったら大丈夫だみたいな気持ちになるんですよね。それでそういう人たちに上も下もなく突っ込めるような関係性がこの工場の中でできていくっていうところも、やっぱり今これからの社会って高齢化とかって言いますけれども、なんか本当そういう垣根なく、そしてかっこいいおやじたちと一緒に作り上げていくんじゃないかなとか思ったりするんで、そういうことをもう体でも示してくれてるなと思います。はい、本当にそれぞれの持っているキャラクターを生かした、はい、キャスティングだったと思うんですけれども、はい、あと今回そのいろんな人たち、まあ、今回その各他のメンバーが何人か出演していたりとか、はい、実際東京で活動されてらっしゃる方もこの豊橋とは言わないんですけど、この近隣に出身の方 で、ね、出演していただいた方がいたりとか、それから、まあ、何回もうちの、市民と創造する演劇に出ていただいているこの近所の方とかっていうのも、うん、いろんな方が本当に出演していただきましたけれども、率直な感想どうでしたかっていう、それぞれ一人一人の名前を挙げてると終わっちゃう、時間が足らないと思いますんで、トータルとして今回やってみた手応えというか、うん、どういう感じでやったんでしょうか。私このオーディションを募集するときに本当に市民と一緒にやってよくなん、どう書いたかちょっと細かい文言忘れちゃったんですけど、市民とやって頑張ったねみたいなことじゃなくて、本当に汗だくで本当にこう必死になって作るような作品で、本当にそこで苦しんで演劇を思いっきり苦しんでそれで乗り越えた丘の向こうを皆さん見ませんかみたいな、そういうオーディションの募集の仕方をしたので、本気で苦しみたいですみたいな風に書いてくれてる人たちと一緒にやってるんですよね。だから言ったよねみたいな感じで、みんな苦しむって覚悟してたよねみたいな感じで、私も遠慮なくみんなと向き合ってたんですけれども、やればやるほど例えば市民とかっていう時に、あ演劇で食べてる方々じゃないんだからみたいな、市民の人たちなんだからちょっと遠慮してとか、そういう感覚をどんどんやめていって消していって、あこの人たちは本気で一緒にものを作ろう、劇団甘いおかみたいなものを一緒に作ろうと思ってくれてる、少なくともそのぐらいの気概で臨んでくれてるっていうのをすごく感じたので、私ももう一切そういう市民なんだから劇団員なんだからっていう風に思わないでやりました。だからちょっと制作さんたちの方が、あみんな疲れてるんじゃないか、皆さんもうヘトヘトになってるんじゃないかって、すごく もちろんコロナ禍とかでね、そういう免疫とかもあるんで気にしてくれてたんですけれども、俳優陣がいや全然やりますみたいな感じで来てくれたんで、すごく意識の高い中で創作作業っていうのができたと思うし、あそういう垣根とかを本当設けないでよかったなっていうことを思いました。だから今もみんな全員私にとっては俳優だと思ってやってます、うん、はい、ありがとうございます。それこそ7年目にして、去年のそのフランケンシュタインも、まあ、そういう傾向をちょっと人数を少なめにして、うん、とにかく作品性をどう追求するかみたいなことを、進めてた部分をさらにもう一段、全体としてその最初のエントリーの決意から、うん、皆さんいろんな方より高みを目指すっていうか、より本気でやりましょうみたいなところを目指したかったっていうのも、劇場としてはそれを狙ったところではあったんですね。それが本当に、ね、参加していただいた方、それからキャスト、あとそれほか桑原さんをはじめとしてスタッフの方、それからあとちょっと今回私としては心残りなのは、そのコロナ禍のためにやっぱりそのみんなで一緒にな空間で、作業したりとか、うん、それこそ、
これまでだと大道具を一緒に作ったりとか、うん、衣装を作ったりとか、そのペンキ塗ったりとか、まあ、そういうような作業 のスタッフもスタッフワークも一緒にずっとやってきてたんですけども、ちょっとどうしてもそこの部分だけはなかなかコロナ禍の影響もあって、あの小さな部屋でですね大人数集まってこう作業するとかっていうのはできなかったのが、ちょっとここが残念ながら心残りで、皆さんこうそれぞれディスタンスを取りながら作業したりすると、相談したりとか共同作業したりするっていう機会としてはもう一歩突っ込めたらよかったなって。そうなんですよ。だからあの この中の汚しとか細かいこうことっていうのを市民スタッフの人たちがやってくれてるんですけど、あの段ボールの足の形のサンダルマークのロゴとか、あれも市民スタッフが考えてくれて全部手作業で作ってくれたのと、あとこの標語、このとにかく働け以外はみんな市民スタッフとキャストで、あの川柳大会みたいな感じでそれぞれ川柳を、春の川柳とか夏の川柳とか出して、それで良かったやつを採用していくみたいな感じでやってたので、本当はあのみんなでわやわや喋りながら、どれがいいよねあれがいいよねとかっていうやり取りも本当にしたかったし、なんか今日は作業日の日みたいなことを決めてみんなで作業だけするとか、なんかそういうことも本当はやりたかったんで、そこは残念でしたね。だから本当そういう時期が早く戻ってきてほしいな、みんなで本当に密に稽古できる時が戻ってきてほしいと思います。はい、あの特に、出演者に関して言うと、まあ、一番若い子でも若い人でも今大学生、大学生ぐらいで、うん、上はもう現役はもう65%ぐらいの幅広い方が、うん、でスタッフで参加していただいている方たちも、はい、下は高校生から、そう上はそれなりに結構何年代までっていう、あビデオ操作を高校生たちがしてくれたしてくれるもの、なので非常に幅広い年代の方、うん、それから、まあ、いろんな経験も幅広い方々に参加していただいて、その一緒に作業するという中でいろんなスキルをですね、こうお互いに何ですか、伝授しながら、うん、あの初めてやることも誰かに教わってやったりとか、作業もこういうふうにやったらもっとよくできるとか、そういうことも教わったりとか、それこそあの衣装作りなどもこれまで参加していただいたスタッフの方には本当にきちんと仕事で裁縫とかそういうことができる方が来て、ね、いただいたりという中でいろんなことを教わったりしながらやれてたんですけども、そういうことがちょっと今やりにくいですけども、劇場としてはそういうことをですね今後も続けていってですね、いろんな方がこの作品作りに関わっていただいて、それが劇場のそのいろいろなことに、そこから他のことにも興味持っていただいて、劇場と何か一緒にできないかっていうことの筋道といいますか、入り口になるといいなと思ってこういうことをやっております。はい、桑原さん、この先どういうことやりたいですかって聞いて、もうこれはフリートークです。私が、来年再来年その先じゃなくて、うん、かけらなくていいんですけども、今具体的じゃなくてもいいんですけど、この先どういうことを、まあ、プラットの芸術文化アドバイザーとして、演劇人の桑原優子としてどんなことをやってみたいなと思いますか。今でもプラットでそのこの間その市民スタッフの人たちとあんまりおしゃべり普段できないから、でもどうしてもしゃべりたいっていうのでお願いして、ちょっとこうなんかちょっと一緒にこうおしゃべりする時間を設けさせてもらって、そしたら参加してる女子高生のりかんちゃんって子がミュージカルとかやりたいとかって言ってて、え、じゃあ豊橋でミュージカル作ろうよみたいな気持ちになって、ちょっと市民と想像するミュージカルってやりませんかみたいな気持ちはありますけどね。そしたら私ダンサーさんも呼んできますし、ダンサーさんってその振付師の人も呼んできますし、もう生バンドでやりませんかとか欲ばっかり浮かびましたけど、そんな機会があったらぜひアンケートにミュージカルって皆さんの後押しがあれば私はせさんじますんで、ぜひそういうこともやりたいなって思います。はい、それこそ、今日もお手元にアンケートとか配アンケートが配られてると思うんですけども、桑原さんにこんなことやってもらいたいでも構いませんし、劇場にこういうことを企画してほしいとか、こういう人を呼んでほしいとか、うん、こんなことを自分はやってみたいというようなことをご意見をいただければ、そのまますぐできるかどうかはちょっと全然違うレベルかもしれないんですけども、いろんなアイデアをですね、皆さんのこう要望とか考えとか、あこういう人がここにはいるのかとか、こういう希望を持ってらっしゃる方がいるんだということを、実はアンケート比較的ちゃんと見てますんで、お書きいただけるとですね、そうです、何年か後の何かの企画にこれは実はあの時のアンケートから発想してとかっていうのは出てくると思いますんで、うん、そこは遠慮せず来年すぐ実現できるものではないとは思うんですけども、そうじゃなく将来に向かってこういう方向が考えられるとかっていうことに参考にさせていただきますので、そういったご意見ぜひいただければと思います。
ね、あの生涯現役3のスピンオフとかなんかなんか現役3の人たちだけでやるみたいな、あの60代オーバーだけでやるとかもぜひやりたいですよね。本当にそれで私がもうこうですよああですよとか言ってもう休ませてくれみたいな、そういう熱い稽古もぜひやりたいなと思うので、もし希望があったらぜひ一緒にやりましょう。はい、ちなみに桑原さんのこの後のご予定などはどのようなご予定があるんでしょうか。はい、4月の末に私も今度はみんなにね偉そうなことを言ってわわわわ演出した後なんですけども、今度は俳優としてあの松尾鈴木さんの監修するあのシアターコクンという東京のところでやる渋谷で会いましょうというあのちょっとこう歌謡ショーみたいな芝居みたいなあの不思議な公演に参加させていただく予定があります。もし東京にいらっしゃるのであればぜひ見に来ていただけたらなと思います。あと角田の公演が秋頃、はい、はい、まあ、ありますの で、ここにも来たいなと思ってますので、はい、ぜひ劇団の公演も見に来てくださいませ。はい、はい、プラットもですね、3月今日と明日この雨よくがあって、来週はあの木下歌舞伎というあの、公演がここのまたアートスペースであって、その後ちょっとワンコインコンサートが2つぐらいあります。で4月はちょっとしばらく空きますけども、5月から、また大道芸とか、6月から演劇の公演とか、準備してます。一部もう情報が出てるものもありますけども、今4月の頭に情報をきちんと皆さんにお伝えできるべく準備しております。ただコロナの影響もありまして、ね、なかなかこうスムーズにいろんなことがあの決まっていかない部分もあったりしますので、あの順次発表するものもあるかと思います。そこはお楽しみいただきたいなと。5月の1日にはあの 例年でここのところやっておりますプログラム説明会といいますか、今年こんなことやりますみたいなの の説明会も行います。これはあの4月ぐらいから入場整理券を配布して、あのどなたでもご気軽にお参加いただけるような形を想定してますので、あのそういったものもぜひ、お越しいただければと思います。あとですね、今日、上演しました雨よか、その2007年2009年に、上演しましたけれども、その時2009年の時に作りました、角田の上演版の雨よかの戯曲本があります。これはですね戯曲だけではなくて、桑原裕子さんとですね桑原さんが高校生時代に、お世話になりました演出家作演出家の平田織田さんの対談は残してる？あ、載ってます。ああ思い出しました、あったこと、はい、が掲載されてます。出た当時だから2009年とかに、そう、対談したやつですよね、きっと。んその平田さんとは2000その上映の時の前に話して、そうですね、あのずいぶん前にあのだから2008年2009年ぐらいに対談した、ずいぶん古い対談なんですけれども、あとそのエッセイですとかちょっとその当時のキャストの座談会とかですね、あの載ってます。これ古いものの復刻版なんですけれども、長らく一回こう、はい、もう一旦絶版というかですね売り切れちゃってたのをあのもう一回今回出しましたので、もしよければお買い求めいただければと思います。はい、あの3がいなくて残念な、まだいない時代の物語ですけれども、はい、はい、それとあと、はい、桑原さんがこのコロナ禍でいろいろあの角田がですね、コロナ禍でいろいろと活動がちょっと休止してるというか演劇活動ができない時に一生懸命作った本ですよね。これはですね、あのご挨拶集ということで、本日はご来場いただき誠にありがとうございますという、あの今回のパンフレットとかでも私があのちっちゃくこうあのご挨拶の文章を書かせていただいていて、いつもこうミニエッセイを書くようなつもりで書かせていただいてるんですけれども、それが、2004年から2020年までのいろんな公演のご挨拶文を合わせたエッセイになってまして、実はあの去年コロナ禍でそのうちの劇団の若手公演角田ラボという公演がですね、あの中止になってしまったんですね。でその時の会場費をキャンセルするだとか、その時の、まあ、チラシをはあの吸ってしまった分のお金だとか、そういうところをなんとか売り上げで賄えないだろうかと思って、その緊急事態宣言中に作ったものでして、もしよろしければあの若手たちのお弁当になりますのでぜひお買い求めいただけたらと思います。はい、あの桑原さん、こういう、パンフレットだけじゃなくてですね、ブログ、はい、今だったらノートとか、はいはいはい、あのいろんな文章書かれてとても素敵な文章がありますんで、ぜ ぜひあのこの本も初めですね、桑原裕子のこのいろんな文章をですね読んでいただくとすごく魅力を感じるかと思いますんで、そちらも宣伝させていただきたい。ぜひお願いします。はい、でこの雨よか明日、はい、一時公演で
ね、今日が初日で明日が落日っていう、いや残念な、こんだけセット組んでてねえ、これで全国回りたいですけどね、本当に、はい、それぐらい行きたいですけどね、行きたいですよ、いやいつでもいいんですよ、これ取っといていただければ私たちはね集まりますからみんなで、はい、ちょっとあのプロデューサー劇場としてはなかなか厳しいプロデューサーが言葉を失って、はい、ということでございます。それでなおかつあのちょっと 50% 制限がかかっておりましてですね、もうチケット言えないですよね、チケットが出せないっていう状況でございまして、本当に残念ではございますが、このような事態に陥っておりますという状況でございます。ただこれからもですね、さまざまな作品を皆様にご覧いただけるように、上演していきたいと思いますので、これ以外の作品もぜひお足を運んでいただければと思っております。それから久原さんと、プラット、今後もですね、いろんな作品を一緒に作っていきたいと思ってもらいますし、久原さんのその本拠地である角田の公演も、プラットにお呼びしたいと思ってますので、そちらもぜひ、はい、楽しみにお待ちいただければと思います。そうですね、もし今回の甘よか面白かったよとか、こうだったなああだったなっていうのがあったら、みんなの励み、キャスト陣の励みになりますので、 SNS でもよし、一言書いていただけたらとっても嬉しいです。ぜひお願いいたします。はい、それでは、はい、長々とやっていてもですね、いろいろと言われるじゃなくて、ね、ちょうどよく切り上げたいと思いますので、はい、この辺りで終わりにしたいと思います。改めまして、本日の作演出、桑原英子さんに拍手でお送りしたいと思います。どうもありがとうございました。本当にありがとうございました。本日はご来場誠にありがとうございました。皆様お気をつけてお帰りくださいませ。少しずつ距離を取ってお帰りいただければ幸いでございます。本日はご来場誠にありがとうございました。